藤田信幸は、京都府出身の陸上競技指導者。FRA 藤田ランニングアカデミーの監督。1956年、京都府立落北高等学校に入学。同高校在学中に、陸上競技部に入部し、当時の道部顧問だった、塩尻康吉の指導のもと、もっぱら中距離選手として活躍していた。その一方で、同高校における冬の風物詩とされた。 校内体幹マラソンにおいては、驚異的な走りっぷりを見せていたという。洛北高校を卒業後、一度は京都市職員として就職するも、陸上競技指導者を目指すべく退職。トレーニングと勉学に励む日々を送る中、日本04の陸上競技部から声がかかり、急遽同社チームの一走者として、第4回全日本実業団駅伝に出場。同社チームは、 第5位の成績を残す。その後、そのまま、同社宇工場勤務となり、仕事と両立させながら、第6回実業団駅伝にも第4区奏者として、出場するなど、一定の成果を残したが、27歳の時に結婚を、期として、現役を退いた。1968年、日本レイヨン、1969年10月以降、 ユニチカ、陸上競技部のコーチに就任し、指導者としてのスタートを切る。1972年には、同部監督に就任、1986年まで在籍した。以降、ワコール、グローバリー、シスメックスの各陸上競技部監督を歴任。その間に指導する選手が400メートルからマラソンまでのすべての種目で日本記録を更新するなど、 女子中長距離のレベルアップに貢献している。1992年のバルセロナオリンピックには女子1万メートル、1996年のアトランタオリンピックには女子マラソンでマキワオに大会連続で五輪に出場させた。さらに2004年のアテネオリンピックでは女子マラソンにおいて野口水希に五輪の金メダルを獲得させた。この快挙は長年にわたる 指導実績が結実したものであり、その指導力は高く評価されている。2006年3月に、次世代の選手育成プロジェクトである FRF ジタランニングアカデミーを開始。2010年10月にシスメックス女子陸上部の監督を副監督の広瀬、英和に引き継ぎ、自らは顧問となる。2011年9月30日には、シスメックス女子陸上部顧問を退任。 ありがとうございます。